7月3日水には人気俳優のレンさんに関する注目すべきトピックがありました。この日、ファンは彼のこれまでの半年間を振り返り、彼の最新の挑戦に期待が高まりました。レンさんは久しぶりにレンキュンチャレンジに挑戦し、その姿勢と決意が多くの人々を魅了しました。この挑戦は彼のキャリアにおいて新たな段階を示すものでした。 彼のファンは彼の成長と進化を見守り彼がどのように新たな領域で自己を試し成長しているのかに興味津々です。また彼の挑戦は彼の人間性や精神力を反映しており彼が演技だけでなく様々な分野で才能を発揮していることを示しています。この記事ではレンさんのこれまでの成功と今後の展望に焦点を当て 彼のファンと業界の関心を集めました。彼の個人的な成長とプロフェッショナルな進化を掘り下げ、彼のファンにとってインスピレーションとなる要素を紹介しました。オープニングは7月3日水、俳優のカドレンくんがファンとの特別な時間を過ごしました。彼はこの半年間の振り返りトークで自身の成長と新たな挑戦について率直に語りました。 ファンの間では彼の率直な言葉とともに彼の進化する姿勢に対する称賛が高まりました。安くんはこの期間様々な役柄での演技や新しいプロジェクトに挑戦し、その結果彼の演技力と多彩さをさらに深めました。彼の振り返りトークではこれらの経験が彼の人間性や芸術への情熱にどのように影響を与えてきたのかについても触れられ、 彼のファンにとっては貴重な洞察が得られる機会となりました。この記事では、安くんのこれまでの半年間の重要な出来事や彼の内面に迫るエピソードを通じて、彼のファンや業界関係者により深く彼を理解してもらうことを目指しました。彼の未来への展望や新たな挑戦に対する期待も含め、彼の魅力と才能を余すことなく伝えました。この期間、 レン君にとっては多くの注目すべきイベントが詰まった半年間となりました。彼はドラマでの新たな役柄に挑戦し、その演技でファンを魅了しました。また、地元の花火大会ではファンと特別な時間を共有し、彼の人気がさらに高まりました。さらに、レン君は音楽活動にも意欲的に取り組み、サブスク解禁で新たなファン層にもアプローチしました。 彼の音楽への情熱と才能が広く認められ、業界内外で注目を集めました。そして、社長就任のニュースが彼のキャリアに新たな光を当てました。彼のリーダーシップとビジネススキルが評価され、ファンや業界からの支持をさらに強固なものにしました。この記事では、安くんの多様な活動と成長に焦点を当て、彼が、 この半年間でどれだけ多くのことを達成し、どれほどの影響を与えてきたのかを掘り下げました。彼のファンや業界関係者にとって、彼のこれからに対する期待とともに、彼の多彩さと魅力をより深く理解する機会となったことでしょう。この特別なコーナーでは、安くんが久しぶりに、レンキュンチャレンジに挑戦する様子をお届けします。ファン待望のこの挑戦は、 彼の新たな一面を見せる貴重な機会となりました。安くんはこの挑戦を通じて彼の成長と進化を示しました。彼の前向きな姿勢とチャレンジ精神が多くのファンを感動させました。また彼の挑戦は彼のキャリアと人間性を深く理解する重要な窓口ともなりました。この記事ではレンキュンチャレンジの 舞台裏や彼の挑戦の意義に焦点を当て、彼が、どのようにして新たな高みを目指し、自分自身を超える努力をしているのかを細かく、掘り下げました。安くんのファンにとっては、彼の成長と成功への尊敬とともに、彼の挑戦の舞台裏に迫る貴重な一面を、垣間見ることができるでしょう。夏本番、安くんの心をつかむ特別なエピソードがありました。この季節、 彼は新たな挑戦に取り組み、その経験から多くを学びました。彼の心を打った出来事や感動的な瞬間がファンにとっても特別な思い出となりました。この記事では安くんが夏を通じてどのように成長し彼の内面に触れたエピソードを紹介します。彼の感情の起伏や彼が直面した試練とそれを乗り越える姿勢が 彼のファンや支持者により深く響くことでしょう。安くんのこれからの活動に対する期待とともに、彼の夏の旅路で見出した新たな可能性と希望についても掘り下げ、彼の魅力と才能がどのようにさらに輝きを増しているのかを読者に伝えます。長瀬廉が主演するドラマ、嫁僕が世界的に注目を集めています。このドラマは、 ネットフリックス日本での配信からわずか数日で第2位の人気を獲得しその後世界ランキングでも驚異的な成績を収め初登場から5位に躍進しました嫁僕は長瀬廉が演じる主人公の魅力と繊細で深いストーリーテリングが評価されていますこのドラマは結婚を控えた男性が未来の自分と出会うという斬新な設定で 視聴者をを感感動させると同時にに多くの人々に共感を呼び起こしています長瀬廉は、その演技力とキャラクターの魅力で、国内外の観客から高い評価を得ており、特に日本のネットフリックスユーザーの間で、大きな話題を呼んでいます。彼の新たな演技の評判は、今後の彼のキャリアにさらなる光を当てることでしょう。作家、森田緑のベストセラー小説を、 長レンキングプリンス主演で実写化したネットフリックス映画余命一年の僕が余命半年の君と出会った話独占配信中が週刊グローバルトップ106月24日から30日の映画非英語部門で初登場5位を記録した本作は美術の才能に恵まれながらも突如心臓に腫瘍が見つかり余命一年と宣告されてしまった 高校生、早坂秋人長瀬が、笑顔で、余命半年とつぶやく、高校生、桜井春菜出口夏季と出会ったことで、彼女のために懸命に生きようとする姿を描いた、オードライブストーリー。映画、青葉ライドや、ホットロードなどを手掛けた、三木隆弘監督がメガホンを取った。6月27日から、世界配信され、集計期間内4日間で180万。 ビューズイコール作品の総視聴時間を作品の装飾で割った値を獲得し、週刊グローバルトップ10で第5位に。また、日本のトップ10映画部門では26日から配信が開始された伊藤健太郎主演の静かなるドン第一章に惜しくも敗れ、第2位となったが、本日付の今日の映画トップ10ではすでに12位が逆転しており、次週のランクアップが期待される。 6月24日から30日までの日本の映画ランキングにおいて、北郎誕生ゲゲゲの謎が2週目にして見事にランクを上げ、前週の第4位から第3位に浮上しました。この作品は、その深い日本の妖怪文化を描きながら、観客を魅了し続けています。一方で、ザ・ファーストスラムダンクとクビは、ランクを下げ、それぞれ第4位と第5位に交代しました。 これらの作品は依然として注目を集めていますが競争の激しい映画市場でのポジショニングにおいては厳しい結果となりました。北郎誕生ゲゲゲの謎はその独自の視点で日本のフォークロアと伝統を掘り下げ特に妖怪愛好家やファンにとっては待望の作品となっています。監督のビジョンと役者たちの演技は物語の深みを際立たせ 観客にに長く記憶に残る印象を与えています一方でザファーストスラムダンクは、スポーツと青春の融合を描くエネルギッシュな作品として、引き続き多くの若い観客に支持されていますが、競争が激化する中でのランクダウンとなりました。また、首は、その独特なストーリーテリングと演出で一部の観客からは高く評価されていますが、前週の成功に比べて、 少ししし順位を落としましたこれらの映画の成績は観客の興味や映画産業の動向を理解する上で重要な指標となっており今後の日本の映画市場における展望を示すものと言えます。